3回目となる今回は通常時からの ART 突入までの流れ、そしてその間に発生する前兆演出について解説していきたいと思います。ちょうどですね、今強チェリーを弾いた段階になっておりますので、それではここからの32ゲーム間を一緒に見てまいりましょう。まずはですね、この強チェリー、まあ、ないしチャンス目などを引いた後は、その特定役でボーナスを引いてるか否かというのを演出で告知してくれます。まあチャンスパターンですね、セリフ赤から連続演出発展ということで。ちなみにですね、このタイトル画面に関しましては、この星の数がそのまま期待度を表していると認識して問題ないです。あとはですね、漫画とかが出ると熱いんですけれども、まあ星2つで通常パターン、あとはこの扉、どっちに入るかなんですが、まあ木の扉なんで、ちょっとボーナスは厳しそうかな。この辺で赤に入ってほしいところなんですが、一応3ゲームまで継続しましたね。どっち行く？赤いった。どう？あー、ダメかな。まあ復活パターンが出る可能性もありますけど、あ、残念ながら通常時と。でしかも今昼背景なんですよね。ここでまあ夕方背景とかに移行してくれると、まあ最悪強調で降格には上がってくれたかなっていう期待が持てるんですけど、どうでしょう。お。ただ演出がこうやって頻繁に発生するようになってくると前兆の期待が高まってきますね。基本的に前兆移行時は演出発生率がかなり上がります。ほぼ前ゲーム何らかしらの演出が出ると思っていいんで。しかも今ちょっと注目していただきたいのが、この漫画のセリフとかも赤になってますよね。基本的にこの銀と金の演出は赤が一つのキーポイントというかチャンスアップパターンになってますんで、演出が頻繁に出現しつつ赤系の期待度アップパターンが出まくる、これがですね前兆が期待できるパターンと言っていいと思います。カットインですね、スイカですね。ただ今回もセリフは赤ですね。また一巻か。ちなみにですね、この単行本の演出はこの巻数、まあ一巻二巻、この数字が大きくなればなるほど期待度アップという形になってきます。まあ一巻でもやっぱセリフ赤が出てくれてるんで、これはちょっと期待できるんじゃないですか。そして、フィルム演出から2334と、まあここはですね、まあできれば熱い連続演出に発展してくれた方がもちろん嬉しいんですけど、残念ながら星4つは消えてしまったということで、まあここで連続演出に勝利して、まあ、もちろん ART が告知される可能性もあるんですけれども、どちらかというとこの段階での連続演出は一つの分岐点と考えた方がいいと思います。まあ、チャンスパターンも出ていないんで、おそらくはここで連続演出に失敗してあれに行くんじゃないかなと。あれ来いよ、お願い。ああ来ましたね、あれとはこれです。夜背景です。まあざわざわという文字がいっぱい出ていかにも熱そうなんですけれども、この状態、この背景を一言で簡潔に表すんであれば、新鬼武者の百鬼モードと同じと考えてください。 ART の高期待と高期待ゾーン、そんな感じで捉えていただければいいんで。しかもですね、基本的にこのざわざわっていう演出は第3ページに出ることが多いんですけれども、プッシュボタン経由なんかで出ると期待度アップだと思います。この夜背景まで来ればとにかく前兆にはいます。あとはこの前兆が本物かガセなのかというのを演出を見ながら押し上がっていくと、ここが通常時の熱ポイントですよね。熱い定時音変化、これ車の中の演出なんですけれども、通常パターンですね。この森田の後ろに黒服がいると熱いんですけど、あら電話も切れちゃって、ただあんまり電話が切れるパターンというのも出ないんで。あ、そしてですね、今第一停止時に黒服が通過しましたけれども、黒服通過も期待度アップパターンですね。これ今1人でしたけど、3人で通過すれば夜背景と同じ役割を担って、前兆中がとりあえず確定すると。
おお、これ最強のザワです。この黒文字に赤の縁取りのザワはザワの中でも最も熱いザワ、何回ザワって言うんだっていうぐらいザワザワするぐらい熱いです。いいですね、盛り上がってきましたよ。まあちょっとですね、前兆中にしては演出の発生頻度自体は少ないですけども、あの演出が出てくればちょっと期待できますよね。ちょっと弱めですけど、その他に関しては。おお、見てください、今月光の看板が湯越柄でしたよ。湯越柄マジ熱いですから。さあ、そして連続エース、ちょっと星2つで不安は残りますけど、まあ優越と黒字の座は出てますか、黒字赤縁取りの座は出てますから、これは期待できると思うんですけどね。あとはチャンスパターンですよね、連続演習の。来いよ、今のところチャンスパターンなしですね。飲むぞ、漏れた。おお、来ましたね、やっぱり湯越、湯越柄熱いっすね。まあこういった感じでですね、基本的な流れといたしましては、特定役を引いたらまずはボーナスか否かを判別する連続演出が発生して、その連続演出を契機に背景が変化したりしつつ、2段階目の連続演出で夜背景に行くか否かで、夜背景に行った場合も最終的には連続演出を経て ARD か否かが告知されると。とにかく前兆中は連続演出がターニングポイントに、そしてその間の演出が期待度を大きく左右するというのをしっかり覚えておいてください。US 柄と赤縁取りのザは熱いです。というわけで ART 突入までの流れを見てきたわけなんですけれども、通常時にはもう一つ熱い状態があるんですよ。それが第3の状態、超降格。もう何恥じぬ降格っぷりなんで、今からはそちらをご紹介していきたいと思います。まずはですね、基本的な流れは ART 突入時と同じになります。特定役から前兆を経て、最終的にはこの連続演出などで、まあ、まず ART がいなかったなっていうことが告知されます。まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、こうやって通常パターンが出て、ああダメかと、 ART いねえのかよと、頼む復活してくれって言ったらここに行こうすると、この南国の背景、これがすなわち超降格滞在確定の背景になります。さあここでですね、じゃあ何が超降格なのっていう話なんですけど、ここからすごいことが起きますから、まずは見ててください。いきますよ、ならないか、何がなるんですかねっていう話なんですけど、まあなるというよりは光ります。まだ来ませんね。来ました、見ました、今この湯越の時ランプが光りましたよね。これがなんとセット数獲得確定の告知なんですよ。この超降格滞在中は毎ゲームセット数の獲得抽選が高確率で、むしろ超高確率で行われていると。でちなみにですね、このランプが点灯する前に光らなかったゲームあるじゃないですか。でも光らなくても十分セット数獲得の期待持てるらしいんで、あとはですね、この超高確滞在が終わるまで毎ゲーム乗せ続けますから、これからどれだけ光るのか、まあどれだけ乗せていくのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ただ光らなくても熱いっつんだからたまんないですよね。すっげえ光りそうなんですよこれ。何らかしらの液晶で動きがあったりするとこう光るかなっていう気もしないでもないんですけど、来ましたね。でもねじった方がいいです、グリグリと。
基本的にこのレバー音で液晶に何のアクションもなければ基本的にはこの超広角滞在の継続続くと思って間違いないんで、うつおお、やっぱり遠くてやから熱いですね。まだいるよ。おっ、セーフ、セーフだと思います。たまにはねじらず、ダメか。まだいろ、まだいろ。よしよしよし。ああ咲いちゃった。まあ咲いちゃう。このように、まあ、ART 告知が行われると超広角滞在は終了なんですけれども、現状でも見た目上は3個確定している状態で、かつですね、光らなかったゲーム数でも乗ってる可能性がありますから、これどんだけセット数乗ってんのかというのをドキドキワクワクしつつ、この後の US の時を消化すると。いや最高に熱いでしょ超広角。はい、というわけで3回目となる今回は通常時の熱いポイントをご紹介してまいりましたけれども、全長演出、そしてですね、全長から ART、 そして ART に行かなくても超広角という超お楽しみ状態があるということで、とにかくですね、特定役を引いた後はゲーム数をカウントしながら液晶の動向に注目していただければ、金と金の通常時がより楽しめるんじゃないかなと思います。今日ご紹介したポイントは絶対に忘れずに、皆さんもホールで全長堪能してください。